やマジか、つえ。いや毎回さ、このサジン、カダ、このディフェンシブな敵に我々のパーティーがめちゃくちゃ相性悪いんだな。負ける確率高い気がする。というわけで皆さんこんばんは、シスです。今日もオリエントアルカディアやっていきましょう。ちょっとね、今無限秘境を進めていて、ステージ635で詰まったんで、今回はここをなんとか乗り越えていこうかなというふうに思っております。無限秘境とは何ぞやということなんですが、オリエントアルカディア本当にたくさんのコンテンツがあります。で、その中でまあソロでやるコンテンツの中で、まあ2大コンテンツといえば、一つはこちら、メインストーリー。こちらのメインストーリーめちゃくちゃ面白いんですが、まあ今回はもう一つの方、無限秘境っていうのをねやっていこうかなというふうに思っておりますけど、無限秘境以外にもめちゃめちゃコンテンツあるし、まあこっちに行くとね、対人とか、まあ本当にギルドとかね、いろいろあるんですが、今回は無限秘境というのをやっていこうかなというふうに思っております。で、こちらどういうものかというと、まあ、いろいろ出されたお題に対して、それをクリアしていくみたいなところになっております。で、今回は、このメンバーに対して、まあ、英雄6人で敵全員を撃破という、まあ、至って無難なルールになっております。いやー、ほんとね、オリアカは前回の動画でも言ったんですが、この負けた後に、やり直して試行錯誤するのが本当に楽しいんですよ。そしてうん、先ほどの試合ではやはりうちのメインアタッカーであるリョブキさんが最初に死んでしまっているのが問題な気がする。ということで、ちょっとリョブキを下げてかくまってみようか。これで一回どうなるか。いやね、このポジションちょっと変えただけでも結構戦闘の結果変わってきたりするんですよ。呼ぶ気がいい感じに生きているね。いや、敵は結構防御陣形というか防御キャラ入ってるんで、あんまり攻撃力が高いわけではない。我々のこの前衛でも、うわー、でも、うちの2番目のアタッカー、呂布が、あー結構やばいな。いい試合かもしれん。あー、メインアタッカー死ぬ。こっからは3対3か。いや、いけそうな気がする。いや、これよ。ポジション1個変えるだけでも、全然結果が変わってくる。さあ、そしたらまた詰まるまで進めていきましょうか。待ちきれない。うわあ、早速、待て待て待て、ステージ639、今回は英雄3対3で撃破された味方が最大1人か。あー、死んじゃいけないタイプか。なるほど、これさっきと同じで呂布木さんが前にいるのが問題だったっぽいな。いや、このうちの義援さんめちゃくちゃ硬いから、義援さんに呂布木を守ってもらうような配置にすることで、おそらくこれでいけたんじゃないかな。いやー、でも敵の前衛が結構硬い。あ、やばい、これ全然削れてない。やばいか。いや、でもこっからナイス回復。お、いけそう。そして次は OKOKOK。 ナイス。いや、ポジション本当に重要。ああ、早速次のステージで負けたわ。639回。あ、これはノーマル。6人出撃させて全員撃破か。ちょっと今飛ばしちゃったんで、どんな負け方をしたかを一回確認しておこう。いやー、出たよ、またディフェンシブな相手。サジンとカダのディフェンシブな相手は対人やってても結構負けるんすよね。この敵のディフェンスを突破できていない。
なるほど。やはりさっきと同じ感じはする。毎回戻さずに呂布木さんは後ろ固定でもいいかもしれんね。やっぱりさ、この敵のサジンとカダのペア強いよな。結構テンプレパーティーとかでも入ってる構成になってるみたいですね。で、一方で我々のこの呂布と挑戦、こちらのペアもね、結構おすすめされてるんですよ。というかね、いろいろ対人戦とか見てると、いや、上位の人たちも使ってるパーティーバラバラで、いや、結構ね、人権キャラみたいなのはいないのかもしれん。さあ、リベンジやっていこうか。まあ、人権キャラがいないってことは、バランスがいいということでもあるから、それはいいことよね。やっぱり、挑戦前だな、多分これは。この陣形が合ってる気がするわ。うちのメインアタッカー、呂布木さんが死んでしまうのが、最も負けパターン。いや、しかし、なんか、待て、なんかやばくなってきたぞ、これは。いやー、敵回復するし。ダメっぽいなー、これは。くっそー。ちょっとポジションだけではなく、一応敵の構成を見ると、ディフェンダーに守られて後ろにアタッカーで、手前がめちゃくちゃ硬いよな。アサルト使ってみるか。敵後衛を攻撃、そして対指示と絆が発生するのはこちらか。この絆アビリティがバカにできないんですよね。あとは損傷庫、これも一応高烈か。え、こんな感じ？いや、うちのさ、ディフェンダーが1枚になっちゃった。ちょっと脳筋すぎるか、これは。剣、盾、補助がいると、絆発生か。会心 20% 上昇、前衛の被ダメージ 10% 軽減、後衛 10% 上昇、悪くない。そして、呂布木も同じように剣、盾、補助で絆が発生する。ということは、呂布と挑戦の組み合わせ、そして手前側が太指示と周体の組み合わせで、真ん中のアサルト2人、呂布木と孫昇光も絆が発生している。いや、悪くない組み合わせではあると思う。いや、オリアカはさ、この簡単にパーティーを入れ替えていろいろできるのがいいよね。これさ、キャラごとに育成する必要がないんですよ。この6枠のマスを育成してるみたいなものなんで、新しく引いたキャラとかもこうやってスッて入れるだけで、そのまま実戦に投入することができる。そしてその試行錯誤した結果っていうのをすぐ確認することができるのもいいところ。今回は動画なんで一応見てますが、右下のスキップっていうところを押したらもう即結果出ますしね。いや、しかし後ろ攻撃するメンバー普段使ってなかったから分かんなかったけど、全然減らせてないか、もしかして。ちょっとこれはうまく使いこなせてないパターンっぽいな。先にむしろ手前倒しちゃいそう今。いや、失敗だったわこれは。俺を呼んでいるのは手柄を上げたぞ。あー、加工の2人、こいつ後衛攻撃なんだ。いや、強えんよこのペア、いいかもしれん。で、やっぱりディフェンダーは重要ということで、ディフェンダー戻しつつ、いや、むしろこれ義援の絆が発生してないんだよな。いや、呂布木変えて義援と絆発生させる。一応義援はこいつとセット、甲冑とセットではある。一緒に出してると被ダメージ軽減 15%、 そして気力回復とか最大 HP 回復もつくのか。後衛を攻撃できる加工くんに
一番上を攻撃してもらうようにしてみて、ちょっと一旦呂吹きはそのまま入れた状態で行ってみようか。で、さすがに深部は手動発動にしておこう。一応後ろ攻撃してるがダメージが心もとね。で、多少こっちの HP が減ってきたくらいのところで回復発動させて、で、あとはもうオートで。後ろ攻撃、うわーマジか、めちゃくちゃ強い。結局最初のが、いやそうでもない、案外いけてるか。待て、いや悪くない、わあーめっちゃ回復した。待て、いやでも悪くないんじゃない、今までで一番いいまである。おこれはしゃー、きたはまったわ、作戦はまったんじゃない、完璧でしょう。この加工の二人が結構活躍してくれましたね。加工園、あ、鷹めっちゃかっこいい。しかもなんか背景と相まって加工園めちゃくちゃかっこいいんだけどいやなんか空気感めちゃくちゃいいですね。というわけで今回ね、無限秘境にチャレンジしてみました。いやこのソロでやり込む無限秘境結構面白くて、さっきみたいにさ、いろいろ試行錯誤できるのがほんといいんですよね。そしてその試行錯誤にやっぱりオリアカのシステムが合っている。いやほんとね、このシステム他のソシャゲにも実装してほしいくらいなんですが、やっぱこのマスを育ててる、キャラクターの枠を育ててるんで、まあ、気軽にいろんなキャラクター入れ替えて試せるっていうのが本当にいい。というわけで今後もいろんなコンテンツに挑戦する動画を出していく予定です。よろしければまた見ていただけると嬉しいです。そして興味を持った方、ぜひね、オリアカやってみていただけると嬉しいです。では皆さんご視聴いただき、ありがとうございました。